12月3日夜12時頃、村瀬によればアムールは無人だった。つまりその時間、羽村が久米をいたぶってたって検察の主張とは矛盾がある。おお、いいじゃねえか。でもそれ村瀬は証言してくれんのか。いえ、ダメでした。やっぱりか。だが村瀬のその証言は信憑性が高い。実は俺も面白いもん見つけてな。うん？久米が羽村に拉致されてから3時間後のアムール前だ。つまり夜12時頃。画面の端っこだ。よーく見てろ。アムールに人が出入りしてたわけじゃないんで見過ごしてた。証言通り、村瀬は本当に久米を助けようとアムールに来てたらしい。そして無人の店内を見た。またそろそろ羽村の頭と話すか。もうそういうタイミングじゃない。わかった。これから接見できるようにする。手配できたら電話してくれ。